いい逃げ方をしましたね、相手のディフェンダー。ボール回ししていましただけに。これはトスが貴重な同点ゴールになりましたが、まだ行くのか。いやー、ラストですよ。ラストチャンスになるか、高橋からのボール。いやー怖いですね。